久保さん、なかなか良かったんじゃないですか。まあ確かにね、あの、まあ僕の話をすると、僕もあの、まあ今回は、ね、東京を捨てたなんちゃらにしようかなと思うんですけど、まあ今の僕があるのは東京を捨てたからですね、もし鹿児島行ってなかったら今の僕ないので、今みたいな生活を送ってないし、今みたいな自由じゃないので、まあ未だにね、会社の中で、 もがき苦しみ、従業員となんか、いろいろと会社を大きくするしない方針とかなんかそういうことで人生生きてたんじゃないかなと思うんですよね。別にそれは悪くはないとは思うんですけど、僕はまあ、こ,この選択をして5年経ちますけど、一点の後悔もないですね。一点の。でもその後悔がない理由は何かっていうと、破産しなかったからですね。 破産せず、まあ日々やってこれたっていう。もし破産してたら、あのまま働いとけばよかったなと思うかもしれないけども、まあ自分の人生を自分で選択して、で自分で結果出して、で突き進んできた結果、まあよかったなっていうところですね。だからもう選択が正しかったのか、正しくないのかはわからないけど、久保さんも麻雀店からネットビジネス入って、結果が出たからいいけども、 結果が出なかったら多分騙されれたたたふざけんななでで終わってたかもしれないですよね。ただまあ一つ言えるのは久保さんもそうですし僕もそうですけども一つ選択して腹くくってやったっていうただこれだけじゃないですかね僕腹くくってやってなかったら多分ねあのこの5年1人でやってこれなかったんですよ借金2000万も返せなかったしうんまあ久保さんもそうでしょうね まあ、久保さんが当時入った塾、700人ぐらい入ったと思うんですけど、久保さんみたいな生活をしてる人、何人いるんでしょうかね。ほとんどいないんですよ。なんで久保さんは同じ情報、同じ教材、同じ塾に入ってね、人とは違う結果を出せたのか、それは腹くくれたからじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。